久保さん、タンス銀行でいいんじゃないですかね。<laughs> まあすみません、あの駿河銀行つくつくは使われてる方はね、まあ、被害を受けたのか、まあ、ちょっと詳しくは知らないので、まあ、僕は言及しますけども、まあまあ、タンス預金でいいんじゃないかなって、どこも信用できないんだったらね。<laughs> まあ、それか、なんすかね、お金は貯金、有り金全部使えみたいな。<laughs> 貯金しないっていうね、もはや。<laughs> 稼いだら使う、稼いだら使うっていう。 でもその、そのサイクルが、堀江さんがね、昔、そのニュースピックスかなんかのやつで言ってて、ちょっと意外というかね、まあ、あの、そのインタビューしてた人も、ちょっと目がね、んマ,ジマジで堀江さんみたいな話があって、なんかその、なんか、貯金意味ないっすよみたいな。いや、僕も全然貯金ないっすよみたいな。うん。で、堀江さんの貯金ないよって、結局、何億円とか何いっぱい持ってんじゃないかなって思うわけじゃないですか。で で、その、ここになるわけですよね。で、堀江さんが、いや、本当、貯金ないですよ、みたいな。僕ね、数百万ぐらいしかないですよ、貯金、みたいな。え、堀江さんが数百万ですかみたいな。<laughs> だから、まあ、数百万ぐらいだったらね、別にタンスでいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、何億とかになってくると、ちょっときつそのね、置き場所もかかってくるし、ね、1000億タンス貯金っていうのもちょっと微妙じゃないですか。だから、何百万ぐらいだったら、100万円札、こんぐらいでしょだから僕、別にタンスでいいじゃないですか。 だから何すかねやっぱその流動性をね稼いでしっかり入ってくるのがもう担保されるというかしっかりそのスキームを作っていくで出す流れ,流れるっていうこのまあこの循環ができていれば別にいいと思うんですよで多くの人はやっぱこの循環ができてないというか 要は給料をもらうだけじゃないですかでその給料をもらうのももう限界があってまあなんですかね僕とか久保さんはその流動も変えることもできるし流れを変えることもできるしでも一般の人って毎月20万だったらもう20万しか入ってこないですよね。 だから、そうなってくると、貯金しとかないとってなりますけど、まあ、久保さんと僕の領域まで来ると、まあ、お金足りなかったら、作ればいいやんっていう話になるので、売ればいいやんってなるので、この前、先月もね、僕、久しぶりに、その、売りましたけども、高額な商品ね。まあ、その売った理由が、その、歯の治療がね、あの何百万かかるっていうところで、お金必要だなってって、売って、まあ、300万ぐらい、こう、売り上げ作りましたけども、なんか、それができるようになると、 あんまりそこに固執しなくてなてもいいっていっうでもそれができないとまあそれはちょっとまあきついかな貯金しないといけない銀行ちょっと使わないといけないかなっていううんでもまあ銀行ないときついっちゃきついんですけどねいろいろなその送金するとか、まあ、基本的に全部電子マネーとか仮想通貨がこう流動してるわけじゃないので銀行はもう全国共通してその振り込みとかねあのできるのでそれを 現金でで持っていいくのがしんどいじゃないですか送金する上での銀行っていうのは今現状としてはないときついですけどもただなんかそういうリスクを回避するんであるならばそういう手段もあるかなっていうところでうーんまああとは何すかねうーんまあ自分で考えるしかないですねい <laughs> ってらっしゃい